えまずは今日の試合から伺います。はい。グアチョ選手の追い上げはありましたけれども、グアチョ、えー、あのマルチネス選手のツイーランホームランありましたけれども、キャンプからずっとね、もう彼は調子良くて、もうキャンプの途中からもうマルチネスでグアチョで四番行こうと決めてたんで、最後にねオープン戦最後で、まあこのままあと四日間。 千葉に行くまで調整してもらっていい感じをね持続してもらいたいなと思います。はい。まあここからゼロになるんでねまた1 <laughs> からということで、はい。リーグも違いますしね、あの上原君はずっと順調に来てて、ちょっと今日ぐらいあの打たれていいかなって思ってて、で修正点が見つかったんで全然心配してないです。はい。あとファーボール。 あれれははちょっとカツ入れておきますファーボーボルはダメ、ね、しかも、ピッチャーにはい <laughs>、はい、彼もね、あのまたちょっと満塁の場面で行ってもらって抑えてその次の回っていうのはやっぱピッチャー難しいと思うんですよね、あそこでしっかりあのビシュビシュッと抑えてリズムをこっちに持ってきてくれたら最高なんですけど、まあ,あの辺はね。あの 実戦でどんどん投げてもらって、で自分で掴むというところをやってもらえたらいいですね。はい。ただその後のピッチャーたち無失点でつなぎましたが。はい、ピッチャーいいですもんね。だから昨日の試合でもあの一、ー、点あそこで打つ方が何とかルイン出て同点に追いついて逆転という形が取れたら最高なんですけどね。はい。その辺はもう。 打撃コーチといろんな勉強しながら逆転に持っていけるようにやっていきます彼はいい選手になると思うのでああいう、ね、打席多く立たせてやっぱりね経験させることが一番なんですよその経験をどん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 今年1年はさせてこのパ・リーグでも1、2、3を争う キャッチャーにさせていこうと思ってます。はい。今日二つ指しましたし、はい、本当に守備でもアピールありましたも。もう肩も強いし、ミート力もあるし、足も速いし、本当に楽しみな選手の一人なんで、はい。ありがとうございます。本当に楽しみです。はい。はい、キャンプからというよりもこの二年間、まあ僕のできる範囲のことは全部やってきて、選手もね、僕のいろんなあのとんでもない。 采配をこなしてくれてでそれはもう身についたと思うんで今年はすべて選手を信じて爆発してもらうそういういい年にしたいです、はい、ちょっと内野手のエラーは減ってきたんですけどピッチャーのエラーがちょっと多いんでその辺は立山コーチには伝えてるんですけどやっぱり守り勝つという野球をしたいんで。 その辺はあの練習をシーズン中でもしてもらいながらあのエラーを減らしていくというところをやっていきますね。収穫はけが人がそんなに出ていないというところですね、はい、ただ、これまでの2年間の選手たちの姿とは違った印象というのは受けるでしょうか。今年うーんまあ この1、2年間はいろんな選手を経験させたのでその一人一人の、ね、自信というのがついてきたと思うのであとは、今年、それがどう発揮できるかというところを期待します。はい、今年スタートの今年勝負という気持ちでねもう 成績が良くなかったら、もうすべて、僕の責任なんで。はい。そういう気持ちで。戦っていきます。オーダーについては、今日のメンバー。打順含めて、まあ、こういう感じになりますね。はい。キャッチャーなども含めてですか、ね。はい。ええー、<で>代表。ガラッと変わってたんですよね。<laughs> <laughs> あれ、言ってること違うやんって。まあ、その辺は <laughs>。あの、本番始まってから、見ておいてください。